ちょっと確認したいことが皆さんあるんですけども、何なんかエゴサで書いてあったんだけど、何階段に優しいのってもう残り僕だけなの？え、何階段に優しくする人ってもう生き残ってないの？みんな死んじゃったの？そうなの？もうすごい悲しくなって、そのエゴサ見て。そんなにいないの？そんなにいないんだ。そうだよ。そうかも。いや、大変なんだよ、インタビューってあれ。みんなさ、覚えてるか、覚えてる人いるか分かんないけど、多分いると思うけど、私、バックスからライブ出演させてもらってて、その、前の、なんだっけな、福岡公演かな？インタビューをやってるんですよ。てか何回かインタビューをやってるんだよね、てか、そもそも。何回かインタビュアー側もやってるので、あれ大変なんだよ、本当に。まあ、事前番組は、まだわちゃわちゃできるんだけど、最速感想放送っていうね。あれね、あれ大変なの、本当に。みんなやりきったよっていう顔で入ってきて、で、やりきったよ、もう、今すぐに話すことはないよっていう、ちょっと一旦咀嚼してから振り返り配信とかしたいよっていう顔をみんなしてる中、話を振らないといけないんだよね。いや、まあ、会社はね、当然いじられて美味しいと思ってるだろうけども。なんかちょっと夢追いのね、気持ちがね、ちょっとね、いじりの方面に行けなかったんだ。ごめんね、階段。ごめんな。いや、見てないと思うけど。ごめんな。お前はもしかして、俺からも思いっきり殴られたかったかもしれないけど、ごめん、ごめんな、優しくして。なんか、あ、じゃあ謝る、あとで個人的にディスコード謝ろうかな、優しくしてごめんねって。クソメンヘラみたいなディスコード送ろうかな。ごめんね、優しくして。あの優しさって、もしかして、海田くんにとっては優しさじゃなくて、いらないものだったのかな？ごめんね、つって。いや、送んないですけども。送んないですけどね。冗談で言ってますけどね。見せてみます。